ました。さあ、ホールドナップに入っております。さあ、こちらからさ、先ほどのようなちょっとクラスはね、なければいいんですけども、さあ、非常に暑い、天候、そして暑いレースが繰り出しておりますので、さあ、まずは1周目ね、さあ、後方戦、ちょっとね、毎日調整は分かりますけども、さあ、クラス的は分からないように、さあ、いただければと思います。さあ、トップワーカー、堀匠、さあ、そして吉井和弘が2番手、3番手には福車というような形になっております。さあ、ここは赤井先生、先に回ってきた、そして3コーナー。さあ、ここで2番手に上がってきたのは、さあ、福田クルムだ。さあ、福田クルムが2番手に浮上。さあ、これは、なかなかニューカマーですよね、上がってきますね、福田クルム先生。さあ、そして吉岡拓夢選手が4番手、坂田大雄選手、最年少、5番手。さあ、多少ちょっとね、予選ヒートのクラッシュがもしかしたら影響があるのかないのか、さあ、ちょっとマシンが思うように前には進んでいないような雰囲気が、さあ、あるようでないようなというところですが、さあ、争われておりますので、さあ、まだまだ、さあ、どうですか。これはなかなかいいレースリードなんじゃないでしょうか。まずは入ってきた、さあ、吉井和弘オーバーテイクして、さあ、福田クルム、さあ、クロスライズ。さあ、2台抜き、さあ、吉岡拓夢が1位、2台抜きをかわしまして、2番手を追ったジャンピングもしておりながら、さあ、激しい速度が続けられておりますが、さあ、吉井和弘
接戦になってきた。さあ女性ドライバー松井、そしてさらにトップの坂井、さあ人との争い、ナイスこれはなんか汚くそうな感じですね。さあ、かえって2番手のさあ、この吉岡拓磨、吉岡拓磨はちょっと後ろの先頭坂井が来ると、ちょっと守れてきそうな感じが、さあ、やはりちょっと今日はこういう展開が多いではございますけども、さあ、松井さんが2番手に追いついた。さあ、吉岡拓磨、さあ、これは捕まってきました。さあ、このまま逃げてきた。どうぞ、まずは坂井が来た。さあ、坂井両方がまずは1点目。さあ、これも逃げ切るのか、それとも坂井に勝ってしまうのか。さあ、後方から上がってきた。さあ、この坂井とか松井さん、この勢いがすごい。さあ、残り交代数は3球。3番手、さあ松井、そして吉岡、さあここもまだ分からない。さあ、見事優勝を飾りました。